人間が私に何を成し得ましょう。詩編56編11節、これ12とありますけど11節ですね。 I trust you and I'm not afraid. No one can harm me. I trust you and I'm not afraid. No one can harm me. 神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。神様により頼めば、ルーター、ルーター忘れてました。ルーターをちょっと待ってくださいね。ルーター、はい、ルーターを忘れました。今日はいい天気です。今日はですね、いい天気です。いい天気です。それではですね、どこに行きましょうか。この支援のところでしたっけ。今の支援のところはですね、ダビデがですね、まあサウル王に、まあ、追われてですね、まあ、逃げているところなんですね。ガテというところで、まあ、サウロはですね、まあ、そのある王様の前でその騎士街を装うんですね。なぜかというと、まあ、騎士街を装ってまあ、その場を逃れるということなんです。まあ、それが、信仰的にどうかというのは分からないんですけど、まあ、神様からの知恵なのか、それともあまり良いことじゃないのか分かりません。しかし、ダビデは、その王から逃れることができました。まあ、クリスチャンからするとね、それ王様が、まあ、まだダビデは王じゃないですけれども、まあ、次の王様としてそういうことをすることがふさわしいかどうか、まあ、ちょっと疑問に感じるところがあります。ここにちょっと花が、コスモスまだ咲いてますね。はい、コスモスが咲いてます。これはシャコバ。シャコバサボテンと言いますね。シャコバサボテン。もうすぐ咲きますね。私たちはですね、この神様によって生かされ、神様に支えられ、神様にこの保たれています。私たちは
神様に似せて作られ、そしてイエス・キリストを通して今神様の恩恵を受けています。多くの人は何のために生きているかは分かりません。多くの人は、なぜ苦しいのか、なぜ、そのうまくいかないのか、その人生の意味がまだ分かりません。しかし、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じるによって人間は神様を見つける必要がある、神様と関わる必要がある。イエス・キリストを通して初めて私たちは、人間とは何かが分かりました。人間とは神様に似せて作られた存在で、しかし罪によって神から遠く離れ、神を断絶し、神様に敵対するものとして生きていたんです。しかしイエス・キリストを信じる、そのイエス・キリストを信じる、その信仰によって私たちは神と和解し、もう一度神様に立ち返ることができる、神様に立ち返ることができるようになったんです。私たちはイエス・キリストを通して初めて私たちは、その生きる意味を持つことができるんです。ちょっとお見せしましょうね。朝日の当たる神を見出さないならば生きる意味がわからないのです。神様を知ってこそ、イエス・キリストを通して神様を知ってこそ初めて生きる意味がわかります。生きる意味がわかります。なぜかというと、神様によって生かされ、神様のために生きているからです。多くの人は神を見失っていることによって自分を見失い、神様を見失っていることによって人生を見失っています。それは糸が切れたタコのようにどこかに飛んでいってしまうような人生、どのように生きるべきか、このコンパスのない船のように、ただ漂流するようなものしかないものになっています。多くの人は方向を見失っています。しかしイエス・キリストを信じる者は、人生の目標を知ることができます。人生の意味を知り、人生の目標を知り、そして神様の御言葉によって、確かなステップを踏むことができます。多くの人は神の言葉を知りません。神様を知らないがために、いろいろな苦難を受けています。この坂は急坂で、ゆっくり登っております。
もうすぐ太陽が出るでしょう。太陽出てますね。ちょっと太陽が出ました。夜明けですね。夜明け。太陽が出ました。ちょっと休憩しましょうか。今日の詩編56編、ちょっと読みましょうか。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように、神よ、彼らの不法のゆえに彼らを投げつけてください。身怒りを持って国々の民を打ち倒してください。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。アメン。アメン。神様に信頼する。そうするならば人間を恐れない。何も恐れない。何も恐れない。神様が味方ならば誰が敵なのか。ローマ書にもありますよね。8節にですね、私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください、そういう言葉があるんですけど、実は天国にはですね、天国には私たちの涙がその結晶となって蓄えられているんですよ。そういう証がありましたね。祈りの涙、祈りの涙、感謝の涙がですね、天国では結晶となって蓄えられています。ですから、この地上で信仰によって苦しんだ苦しみ、信仰によって、悲しんだ悲しみ、それは神の御前にとても尊くて、とても尊くて天において蓄えられています。天において蓄えられています。ちょっとこのシレット、皆さんシレットシレット面白いでしょうね。シレット
本当にちょっとこの自撮り棒というのはですね、まあパソコンに比べてやっぱりちょっと、まあ、嫌がられるというか迷惑というか、まあ、パソコンの方がですねそんなに嫌がれなかったんですけど、まあ、自撮り棒というのはちょっとですね、映されてしまうんじゃないかというちょっともなんて言うんでしょう、恐れを抱かしてしまうかもしれませんね。でもまあこの自撮り棒は非常に便利でね、便利ですごくまあ、外配信しやすいという結構ありますね。外配信しやすいです。それでは話を続けていきましょう。罪人というのは結局ですね、神様に敵対しているということですね。神様に敵対している。ですから悔い改めてイエス・キリストを信じるということは、その神様に対する敵対をやめて、神様に対する敵対をやめて神の味方になるということです。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストを信じるということは神様の味方になるということです。それまで神の敵だった、神様の敵だった私たちが今度は神様の味方になる。それがですね信仰です。それが信仰です。そして、イエス・キリストを信じると今度は神様が私たちの味方になってくれる。神様が味方になってくれます。結局、まあ、罪人というのは、まあ、悪魔の味方をしているということになります。それは意識して味方になっているわけではなく、騙されて味方になっている、悪魔に騙されて、悪魔に騙されて悪魔の味方をさせられているというのが現状でしょうか。多くの人は悪魔に騙されていますね。悪魔に騙されて、悪魔の操り人形になって悪魔に操作されている、悪魔に操作されていると言えるでしょう。しかし私たちはそのことに気づく必要があるんです。イエス・キリストを信じることによってそのことに気づきます。イエス・キリストを信じることによって悪魔に騙されていたことに気づいて、そして、あ、これちょっと綺麗な紅葉ですね。ちょっと見てみましょうか。ちょっと綺麗な紅葉。そこにも綺麗な紅葉がありましたね。これもモミジ。ここはまだ紅葉が見られます。もうだいぶ枯れてしまいましたけど、そういうわけで皆さん、私たちは、今や悪魔を敵にしています。
悪魔が敵です。多くの人は自分の敵が分かりません。自分の敵が分かりません。ぜひ皆さん、皆さんの敵は悪魔です。わお、鳥が。皆さんの敵は悪魔です。まず敵を知ることが大事ですね。敵が誰であるのか、敵が誰であるかを知る必要があります。鍵がこんなに長い、鍵がこんなに長い、鍵がこんな足長おじさん足長おじさんになっております。というわけで、私たちは自分の敵が悪魔で、悪魔の味方になってはいけない。悪魔に立ち向かわなければいけない。私たちは、悪魔に立ち向かうことを覚えました。それが霊的戦いです。霊的戦いです。私たちは意識を持って悪魔に立ち向かい、その悪魔の武器は嘘ですから、その嘘という悪魔の武器に勝つためには御言葉という真理の武器が必要です。イエス様の言葉が、イエス様の御言葉が真理であり、その剣、霊的な剣、刀なんですね。まあ日本流で言えばチャンバラですね。チャンバラをしなければいけません。悪魔とチャンバラをして私たちは勝つことができます。そのイエス様の言葉によって、イエス様の言葉によって私たちは悪魔に打ち勝つことができるんです。チャンバラをして勝利することができます。御言葉の剣という言葉がありますね。御言葉の剣、スマイル、あのちょっと眩しくてですね、目を細めておりますが、ちょっと眩しくて、います。はい、まあそういうわけで皆さん、私たちは、イエス・キリストを信じると、その悪魔から離れて神の味方をするようになります。そして神様の味方になることによって、私たちは、その神様が味方になってくれます。そこで初めてサタンに勝つことができます。そこでいろいろな問題が解決するんですね。苦しみ、悲しみ、絶望、憎しみ、怒り、そういうものからですね、私たちは、解放されます。多くの人は、その自分がなぜ苦しいか、なぜ、絶望してるか、その理由がわからないんですね。ぜひ皆さんはこのように放送に見て、放送のメッセージを聞いているのですから、皆さんは分かってこられたと思います。はい、それではですね、そうですね、明石タイム行きましょうか。でもちょっと見えないですね。ちょっとごめんなさいね。明石タイムするためにはコメントが見えないとできないんですが、はい。
じゃあコメントいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、サタンが敵だということがやっと分かった。神様が味方になってくれるということが分かった。人を恐れるのではなく神を恐れよう。人を恐れる必要がないということが分かった。証しスタートスタートスタート。こうすればいいかな。読みにくいことと選んでることがあってなかなか読めません。毎日聖書を読んでいます。皆さん、そのコメントは短くしてくださいね。短くないと読めないんです。コメントを短くしてください。悪魔の存在を知りました。偶像崇拝やめたらアトピーが治りました。天国目指します。火が消えました。韓国が大好きになりました。おせち料理食べていいですか？いいですよ。おせち料理食べていいですよ。初詣はダメですね。初詣はダメです。お餅食べていいですか？私お餅食べますね。初詣行きません。アメン。初詣行きません。クリスマスのデートもダメですよ、クリスマスのデートはダメです。神様の御心を行うのです。神様の御心を行うのです。この世の在り方ではなく、この世のみんながやってることを真似るのではなく、神様の御心を知りましょう。なぜならば悪魔が私たちを騙して悪いことをさせようとしているからですね。悪魔が全ての人を騙して悪いことをさせようとしています。そのことに気づくんです。悪魔が敵だということを気づいて悪魔の策略を見抜くこと、これが大事です。多くの人は騙されているんですね。多くの人は騙されています。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、もう一度周りをお見せしましょうね。私の好きな、野原ですね。私の好きな野原、これはまああのジーザススクールのキャンパス一応ですね、公園ですが、ジーザススクールのキャンパスです。チャーチスクールのキャンパスです。まあ、独占はしていませんが、チャーチスクールのキャンパスとして使っています。やはり霜がですね、霜がもう出ていますね。私たちは、天国を待ち望んでいます。この地は悪魔が支配しているためにいろんな悪がはびこっています。私たちが、苦しむのはある意味ではサタンに苦しめられている、サタンに苦しめられていると言ってもいいでしょう。多くの人はサタンに苦しめられているということに気づいていません。ですから私たちは神様に守られる必要があるんです。この地上において無防備であってはいけません。私たちは、その、悪魔から守られる必要があります。精霊によって私たちは悪魔から守られます。ぜひ皆さん、私たちは神の武具で武装する必要があります。この血肉の武装ではありません。霊的な武装をします。多くの人はその外国人を嫌いますが、それはその霊的な武装ではない、霊的な武装ではなく、その肉的な武装をしようとして、そこにその歪みがあるというか、間違った悪魔に騙されて、悪魔に騙されて人間を敵と思っちゃってるんですね。人間を敵と思うならば、そこにいろんな問題が起きます。人間が、敵ではないのです。人間が敵ではなくて悪魔が敵だということを知る必要があります。そしてイエス様の弟子になって、イエス様の弟子になって罪のない世界、悪の、ね、ない世界、天国があります。皆さん、天国の話を最近聞いてると思うんですが、天国に行きたいと思うでしょ。天国に行きたいですよね。嫌なことがない、辛いことがない、本当に素晴らしい世界、そういう天国に行けるんだ。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて罪が許されるならば、誰でも天国に行けるんだ。誰でも天国に行けるんだ。私たちは、天国を待ち望みます。ですから私たちは今日も悪魔と戦い、必
神様の味方をする必要があるんだ。私たちの今この地上の生活は神の国を作るために、神の国を作るために私たちは神様の味方、イエス様の味方をして、天国に行くまで、戦いが続きます。私たちは、イエス様に強められて、イエス様に訓練されて、そして、この地上でイエス様のために働き、神の国のために働き、多くの人を救う働きがあるんだ。私たちには今与えられている使命、ある意味では、霊的な労働と言ったらいいでしょうか。霊的な労働があって、私たちはその人を救う働きがあるんだということですね。あ、おはようございます。おはようございます先生、お早いですね。寒いですね。引き方でください、ね、はい、ありがとうございます。いい天気ですね。いい天気、お天気がいいのは助かりますね。そうですね、気持ちがいいですね。でもすごい寒さ。あ、寒いですね。寒いですよ。霜柱がたくさんありましたよ。本当に寒いです寝込まないようにしましょうね。暮れになるから。そうですね、はい、よろしく。どうぞよろしく、はい。それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、私たちの生きる目的があります。日々の目的があります。それは、自分自身のことではありません。私たちの生きる目的は神様の目的であり、イエス様の目的です。多くの人はそのことを知らないがために方向が定まりません。私たちはイエス様の御心が私たちの歩む方向です。そして天国という、天国という私たちの目標、目的というか目標があります。その天国に向かって歩むならば、私たちは素晴らしい歩みができます。希望があるんです。兄弟姉妹の皆さん、私たちには希望があるんです。本当の希望です。仮の希望ではありません。なくなる希望ではありません。本当の希望、私たちには永遠の希望、本当の希望があるんです。それは全ての人が持つべき希望です。永遠の命という希望です。多くの人は、地獄に行くことを知らないで、地獄に行くという深刻な結末を知らないで、無意識的に何かを恐れていますが、それは結局は地獄を恐れていることになります。罪が許されて天国に行くならば、天国に行くならば、その恐れがなくなるんです。皆さん、ぜひ、私たちは恐れのない人生、希望に満ちた人生、イエス・キリストにあって持つことができます。イエス様が来るのは近いと言われています。救われる時間は、短くなっています。今日が救いの日、今日が救いの日、今日が恵みの時と考えましょう。皆さんの中でまだ迷っている人、苦しんでいる人、悩んでいる人がたくさんいると思います。今日救われるチャンスです。今日、敵が誰であるかを知るチャンスです。今日、サタンに打
ち勝つチャンスです。人生の本当の本当の目的を持つチャンスです。ぜひ皆さん今日も神様に感謝し、神様を褒めたたえて、十字架を褒めたたえて、十字架を褒めたたえて歩むのではないでしょうか。十字架を褒めたたえて、神様に賛美を捧げて、天国に希望を持って歩もうではないでしょうか。招きをしましょう。今日の放送を見て天国に行きたい、悪魔が敵だということが分かった。人生の目的は天国に行くということが分かった。イエス様を信じて天国に行きたい、神様の味方になりたい、また神様の味方になってほしい方、アメンと言ってください。アメン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 。アメン。天の父様、感謝します。私たちはあなたの光を受けて真理が分かりました。以前は訳は分からず、何のために生きているのか分からず、欲に流されてしてはいけないことをしていました。罪を犯していました。イエス様、悔い改めます。イエス様、私たちを清めてください。私たちの罪を許してください。私たちを清めてください。私たちを神の国に招いてください。私たちは天国に行く約束を得ました。あなたを信じてあなたと契約をします。あなたと契約をします。あなたと約束をします。どうぞ私たちがイエス・キリストに会って天国に行くことができますように、導いてください。今アーメンと言った方々が天国に行くことができますように、イエス様お願いします。感謝します。身を捧げてください。身を捧げてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。今日も素晴らしい一日が来ると信じます。今日も、主が作られた一日、素晴らしい一日があります。イエス様に期待しましょう。驚くべきことが起きると信じましょう。素晴らしいことが起きると信じましょう。それじゃあ皆さん、また夜8時にお会いしましょう。シャローン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 。